みんなこんにちは。ハテナくんだよ。怠け者とガの物語って知ってる？今日は童話風に紹介していくよ。お日様ポカポカいい天気。ここは南アメリカの熱帯雨林。木の上を見るとすごくゆったりと動いている動物が見えます。怠け者ののんちゃんです。怠け者ののんちゃんはとってものんびりゆっくりと葉っぱを食べています。そこにお友達のちょうちょがやってきました。のんちゃんこんにちは。お食事中かな。のんちゃんってどれくらいの食事をとってるの？あ、こんにちはちょうちょさん。うん、僕は葉っぱを1日に8グラムほどかな。葉っぱ1枚分も食べていないんだよ。え、そんなにちょっぴりでお腹減らないの？うん、僕はこの通りほとんど動かないからね。体力を使わないから少しの食事でも十分なんだ。でもそんなにゆっくりじゃ敵に見つかっても逃げられないんじゃないの？そうなんだ。僕の天敵は空にいるワシやタカ。ワシやタカはかすかな動きも見逃さない。だからじっとしている方が逆に見つかりにくいんだ。でも見つかったら最後、逃げることもできないけどね。あと僕は10日に1回は木を降りてトイレをするんだけど、この時にピューマなんかの肉食動物に食べられちゃうことがあるんだ。でもどうしてそんなに危ないのにわざわざ木を降りてトイレをするの？実は僕のうんちに卵を産む生き物がいるんだ。誰だと思う？あ、なんだ。蛾は僕たち怠け者のうんちやおしっこに卵を産む。そして成長したら蛾は僕たち怠け者に寄ってくる。つまり寄生するんだ。この蛾から出る窒素や排泄物、つまりおしっこやうんちによって僕らの体に苔が生えて、僕らはそれを食べることができるんだ。苔には栄養がいっぱい。葉っぱは栄養が少ないけど、こうして僕らは苔からも栄養をとっているんだ。へえ、そうなんだ。そんな助け合いにあったなんて知らなかったよ。それでわざわざ木の下に降りてトイレをするんだね。ところでのんちゃんっていつもずっと木にぶら下がっているけど、疲れたりしないの？実はね、あれは木に爪を引っ掛けてぶら下がっているだけなんだ。だから力を入れているわけでもないし、力があるわけでもないんだ。僕はほとんど筋肉がないからゆっくりとしか動けないんだよ。そっか。うん、僕は1分間に27センチしか動けない。それに20時間以上も寝てるんだよ。でもなんでそんなにのんびりなの？実はね、これが僕たち怠け者の戦略なんだ。少ない食事でも生きていけるために早く動くことは諦めたんだ。逆に早く動くと死んじゃうくらい。それにね、僕たち怠け者は餌を消化してエネルギーに変えるスピードも遅いから、食べているのに飢えて死んじゃうこともあるんだ。え、食べているのに飢え死に？そう、満腹でも餓死しちゃうんだ。だけど大昔からこうして僕たち怠け者の仲間が生き残ってきたことを考えると、これはこれで一つのいいやり方、戦略だったのかもしれないよね。なるほどね。
のんちゃんののんびりもそう考えてみると意味があったのかもしれないね。こんな僕だけど、実は泳ぐのは得意なんだよ。え？じゃーん。なんか、のんちゃん怠け者って変わってて面白いね。今日のまとめと補足。怠け者は中央アメリカと南アメリカの熱帯雨林に住んでいる。大きさは家猫ぐらい。動くのはすっごく遅いしスローモーだけど、その代わり食事も葉っぱをちょっぴり食べるだけで OK の省エネな体。敵は空ではワシやタカ、地上ではヒューマだよ。怠け者はほとんど動かないけど、10日に一度ぐらいで木を降りてトイレをする。その時にピューマに襲われたりもするよ。そしてこの怠け者のうんちやおしっこに蛾がやってきて卵を産むんだ。その蛾が成虫して大人になると、今度は怠け者にうんちやおしっこをして、怠け者に苔が生える。その苔を次は怠け者が食べることができる。つまり助け合って生きているんだ。これを共生って言うんだけどね。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。